ミルクサッカーアカデミーの山でございます。ノーミルク佐藤でございます。よろしくお願いします。今回は、徳島ボルティス2020-2021比較、はい、ということでね、こうなるんじゃないかって、徳島も結構話題ですよね。もうそうなんですよ、でただ、はい、徳島は皆さんご存知の通り、そんなに変わってません。メンバーはさほど変わってませんが、そうですか。結構なんかこう目玉の人が入ったってイメージがあるからかね。いや、そんなに実は本当ないんですよ、遺跡が。あ、そうですか。そうなんです。ただ、戦術がガラッと変わるんじゃないかっていうのも含めた上でちょっとお話させていただければなと思っております。はい。はい、わかりました。それでは見てみましょう。こちらです。ドン出ました。はい、はい、こちらでございます。先生作ってくれました。はい、これ、はい、左側が2020、右側が2021で、うん、左側ピンクの方々が移籍アウトの方々、はいはいはい、これ1月14日の午前中段階ですね、うんうんうん。右側が2021で、黄色くなっているところが移籍加入決定組、はい、で、オレンジ、本間志音選手だけはまだ噂段階、まだ決定ではないんで、オレンジ色にしてあります。決まってないんですね、まだね。そういうことでございます。はいはいはい、うん、で、こう見てみると、すごいのがね、皆さん。はい、なんとよく昇格組とか、はい、昇格最後まで争った J2 チームって、うん、めちゃくちゃ J1 に引き抜かれること多いじゃないですか。はいはいはい。なんと徳島、うん、主力クラス、うん、離脱ゼロ。おお、素晴らしい。これはちょっと世界レベルでもちょっと近年あまりなかったことです。なぜそうなったと思われますかね。まず1点は、うん、よくそういう時って監督変わるケースがあるんですけど、はいはい、監督は確かに浦和レッズにね、行っちゃいました。リカルド・ロドリゲスね、うん。彼が引っ張っていかなかったのが大きい。ああ、なるほど、なるほど。あともう一つ。はい。こういうチーム、まあ以前ちょっと柏レイソルっていうチームだけはちょっといろいろ別次元でしたけど、うんうん、似たようなチームで言うと、はい、佐藤久といた時の広島なんてもそうなんですが、はははははい、このチームはやっぱりリカルド・ロドリゲスでもあるんだけど、うん、ボランチ岩尾健のチームと言っても過言ではない。はいはいはい。おそらく健さんが、うん、健さんと一緒にみたいなのはあるんじゃないかなと僕は思っております。先生はそうお見立てするわけだ。なるほど。そうですね。そのぐらい中心選手ってことなんだね。そうですね、はい。あとは正直今まで去年までも徳島の選手たちめちゃくちゃこう抜かれてきたっていうのはね、はい、我々あの裏木チャンネルさんに行かせていただいた時にいろいろ喋ってきたのもあったんですけど、はい、だから他のチームさんとしても、ねえねえ何々選手、来年は J1 でやらないかい？なんて引き抜きの口説き文句があったんですが、うん、J1 上がるんだからその口説き文句も通用しないので。あ、そうだね。でこうやっぱ自分たちでね、あのやってきたサッカーでもあるから、うん、このサッカーでこう戦ってみたいっていう感じもあったりするんじゃないかなと。なるほどね。うん、はいはい。堂々の J2 チャンピオンでございますか。どうね、J1 で暴れるかというところですよね。そうなんでございます。はい、でそんな中で実は数日前まで獲得した選手っていうのもそんなに多くなくて、はい、満了組はまあそこそこいたんですが、うんうんうん、ユースから挙げたキーパーの後藤選手や、はい、あとはそのまま自分たちで獲得してきた鈴木選手、西野選手、大森選手、全部新卒加入の選手ばっかりで、うん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 、それ以外での加入っていうのが、琉球からのレンタルバックになった鈴木大成選手だけだったんですよ。なるほど。だから他のチームから持ってきましたってのは全くなく。そうか、そうか、意外とそうか。そうなんです、はいはいはい。で、そこに加入したのが川崎フロンターレからレンタル加入で宮代大輔、はいはいはい、だったんですが、ついここ数日で急にドンドンと、うん、おそらくここに全部の力を注いでたんじゃないかとも、うんうんうん、考えられるように、東京ヴェルディから藤田ジョエル島、はい、そうですね、やってまいりましたね。やってまいりました。はい、お目玉、うん。そうなんですね。あとは新潟から本間真を取ろうとしているという状況で、はい、すごいですよね。オールスターを作ろうとしますよね、J2 の。そうですね。はい、J2 トップクラスのメンバーが揃っていたのは間違いないと思うので、もともとが、そこにプラスアルファの陣容だけを数名入れてきたような、なるほどなるほど、ボリュームになるのかなと。これはやっぱ足りないピースというか、ここが良くなるともっとっていうところに埋めてるんですか、それともどうなんでしょう。これね、まあ、マーさん本当さすがだなと思うのが、ちょっとそれで、あの、現状だけだったらよく皆さんわからないなと思ったので、はい、真ん中に、我々出している、あの、通信簿シリーズの徳島のレーダーチャートを持ってまいりました。はいはい、出してくれてますね。まあ、真ん中ちっちゃくではあるんですけれども、はい、こう見てみると、まあ、あの、今年徳島は J1 に上がるので、うん、黄色いグラフはちょっと全体的にキュッとこう、しぼんでしまうのはまあ間違いないと思うんですよ。ただその中で元からあまり高くないぞっていうデータが2つほどあるんですよ、はい、左下時計でいう6時7時のところですね、うんうんうん、クリア数とタックル数っていうところだけ元からガクンって
妙にへこんでるんですよ。そうですね。はいはいはい。うん。だからおそらく徳島は今年 J1 を戦っていく中で、僕もここのガクってへこんだ部分を、まあ誰も取られないんであれば、ここだけを着手何かしてくるのかなとは思っていたんですよ。なるほど。はい。で、やっぱ J1 ってもうね、群雄割拠でもあるし、うん、信じられないフォワードたくさんいるじゃないですか。はいはいはい。だからクリア数稼げるようなというか、うん、最終ラインの防波堤役のね、誰か連れてくると思ってたんですよ。はいはいはい。ただそこは誰も連れてこなかった。はいはい。となるともう一個手前、うん。センターバックの方々にビルドアッパーを入れて、うん、ボランチに圧のある方々を入れて、センターバックに来る前に封鎖してしまおうって考え方なのかなと感じております。あ、補強からはそう読み取れるんじゃないかなという先生のね。そうですね。はいはいはい。でしかも、うん、まあ、ちょっとセンターバックの陣容を考えると、もしかしたらフォーバックもあるのかなと思うんですが、はい。ちょっと面白いのがね、うん、来季の徳島のフォーメーション、はい、3-1-1-4-1 なんじゃないかなっていう。3-1-1-4-1 おお。はい。おお。要は岩尾健選手と、はい、ボランチを縦に並ばすってことですね。そうなんです。はいはいはい、うん。今一応横関係にはしてあるんですが、はい。要は中盤のそこはもう藤田ジョエル千葉一人でよろっていう感じ。はい、おお、なるほど。でその代わり藤田が前で防波堤というか、はい、もう。前でこうガーって頑張ってる間に、岩尾健が後ろに下がって、はい、その岩尾、はい、はい。その岩尾選手から、右の岸本選手、藤田選手、左の西谷選手とか、渡井選手とかにボールを出し、はい、ロングカウンターから最後フィニッシュを決めていくみたいなスタイルを考えているのかな、なんてことを感じております。ほう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 。へぇー。うん。なんで、ベースのスタイル、まあ、新しくやってくるね、ボジャートス監督がどんな感じでやるのかまだ分かりませんが、はい、おそらくはね、スペイン志向のサッカーであることは間違いないし、うん、おそらくリカルド・ロドリゲス監督がやってきた流れも結構踏襲するんじゃないかと思うので、はい、去年も何回も幾度となく信じられないぐらいに1試合にも何回もやり続けてきた、はい、後方からのロングカウンターを成功するためのメンバーが集まってくるのかな。なるほど。はいはいはい。わあ、すごいわかりやすい。うん。あとね、移籍に関してもだから面白いのが、はい、やっぱ藤田ジョエル千葉選手はもともとベルディにいて、で、ベルディのね、もともと体制がロティーナから始まって、長井監督が受け継いで、はい、そういうディフェンスとポジションのサッカーやってきたので、徳島にもベラボーに合うっていうのと、はい、あと、本間紫苑選手も、まあ、新潟、アルベルト監督、彼もね、もともとバルサとかの、のね、下でやってた選手、監督ですから、はいはいはい、うん、やっぱスペイン志向系なので、やっぱスタイルとしてかなり合うんじゃないかなっていうのもあるし。なるほどね。うん。うんうんうん、あとは、元新潟の川田篤選手っていう、要は指定関係の、この二人でもあったりする、はい、川田本間っていう指定関係がありますから。なるほど。なんか順応性も早そうな気もしますし。そういう見方もできるということですね。うん、そんな感じがあるんじゃないかな。じゃあこれ、補強的にはうまくいったということですかね。現状はそうだと思います。まあ、ディフェンダーで、そう、屈強なディフェンダー1枚入れられたらより強いっていうのはあるかもしれませんが、はいはい、まあ、今のところは、まあ、J1 戦っていく中で、いわゆるいいピンポイント補強ができてるんじゃないかなと。なるほど。これ J1 で相当やれると思います。どうですか？まあ、まずはね、うん、どうしてもやっぱり、なかなかこんな過密に行って、しかも史上初の20チーム体制っていうのがありますから、ね、予想がつきにくいっていうのはもちろんありますよね。そうですね。うんうん、なんで、徳島の皆さんとしては1位とかもちろん狙っていくのはやっぱり現実的ではないので。はいはいはい。まあ本当目指すは14位、15位になった感じになってくると思うから。うんうん、戦で、はい。そうですね。年間だから、まずは10勝を目指すっていう流れが一つ大きい、うん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 。そのためのメンバーは揃ってきてるのかなと。なるほどなるほど。うん。はい。はい。うん、という形でございました。非常にわかりやすかったです。なるほどね。ありがとうございます。はい、楽しみですね。まあ、でも若手がここで伸びてまたね、J1 取り越してこう海外にステップアップするようなメンバーもいるわけですよね。いますからね。その個人的な活躍にもちょっと注目ということですね。楽しみにしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ミルクサッカーアカデミー毎日やっております。ぜひね、チャンネル登録並びにこの高評価もいただけるとモチベーションになりますので、一つよろしくお願いいたします。いろいろやってますね。詳しくは概要欄ご覧ください。それではまた明日お会いしましょう。井上真でした。ノーミルク佐藤でした。先生皆さんありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。また明日。